皆さんもお風呂は入りましたか？ここは眠れない皆さんが集まるカフェシーパルシープです。入店条件はお風呂に入っていることだけ。本日も一日を終え頑張ったお客さんたちでにぎわっています。ということで、まだ起きている皆さん、入店ありがとうございます。シーパルシープのお時間です。ラジオの電波は FM79.7MHz、 アプリはリッスンラジオ、マイチューナーラジオをジャックして放送しております。メッセージはnonnonigq@gmail.com、 nonnonig@gmail.com までお待ちしております。それではお時間まで、私のんのおしゃべりに皆さんお付き合いください。放送いかがでしたでしょうか。私のお友達であるももちゃんをゲストに迎えて録音収録したんですけど、すごくももも楽しかったって言ってくれてたので、なんかみんなも楽しく聞いてくれてたらいいなと思ってます。なんか X、 私はまだ Twitter って呼んでるんですけどツイッターのコメントで、なんか声が似てるというコメントがあったんですけど、初めてですね。そんな3歳から一緒にいて17年間ですか、友達ですけど、声が似てるって言われたの初めてかも新鮮な感じですね。なんでだろうな。でも確かに私が聞いた時、確かにそう言われてみれば似てるって思ったんですけど似てるのかな。まあ、そんなことないですよ。まあいっか、どっちでもそしてそう、 FM ギノのスタッフがやってるあの残業クラブ、皆さん今3回配信されてると思うんですけど、聞きましたかね私3回とも全部聞いたんですけど、2回目かな、私とマナさんとあかりさんが喋ってるやつ、私も喋ってるのでぜひ聞いてください。もちろん1回目も3回目も聞いてください。面白かった。先週のなんだっけ、ギャップの話してていいなと思って、私もこの会話に混ざりたいなっていつも思いながら残業クラブは聞いてるんですけど、またお誘いいただけると嬉しいですね。その日なんかね、前日だった、一緒に収録しないって誘われて、あかりさんとマナさんから、でめっちゃ嬉しくて、それが私はもう超もうウキウキなんで、その日はあの私が出勤する土曜日に収録しないって言われたんですけど、もうで金曜日にその誘いを受けて、明日しようとか、土曜日が収録って、でもう超楽しみで、もうその日はめっちゃもうランランって感じでバイトに行ってなんかマナさんがなんだっけ、カフェラテカフェオレをくださって、それもねすごく美味しくて、飲みながらやりました。すごいめちゃくちゃ楽しい時間でした、あの日は。
もう1ヶ月前くらいかな。もう一回やりたい。もしこれを聞いてたら、私は早くやりたがっているので、またお誘い待ってます。はい、ということで、もう梅雨も明けまして、ね、いきなり話変わるけど、梅雨も昨日からか、収録してるのは金曜日なので、木曜日くらいから梅雨も明けまして、今日はすごい夏日で、私ちょっと外に出る、外というか森に行く用事があったんですけど、めっちゃ暑くて大変だったな。でもなんか友達と行ったんですけど、まあ、授業の一環として楽しかった、いい思い出になりました。まあそんな感じで、早速第10夜、もう10回目、7回言ってるけどさ、もう何回目だねってもう10回目なので、早い、数字が2つなりました。2桁です、数字が2つ。やっぱね、数字って多い方がいいんで、何事も体重以外は。じゃあ早速、第10夜のノンの本日のおすすめは虫。どんな虫でもいいです。一文字の虫、まあ、昆虫の話でもいいし、無視されたとかの方の虫でもいいしっていう感じでメールを募集したんですけど、いつ来てますね。ありがとうございます。私も虫の話もしたいけど、虫の話か、なんかあるかな。私が一番嫌いな虫は王道の地から始まるやつ、そうです、ゴキブリなんですけど、やっぱね、沖縄のゴキブリってすごいでかいんですよ。大きい、本当に大きくて気持ち悪い。なんか私のお父さんと弟がいるんですけど、弟がこの時期になると昆虫というか、カブトムシとかクワガタを育て始めるんですけど、毎年それがよく脱走するんですよ。で、前ね、2年前くらいに脱走してて、私はもうゴキブリが出たと思って騒いでたら、もう全然なんか平田かなんかのメスの台湾カブトだったかな、もうなんかちっちゃめのクワガタかばカブトムシかわかんないけど、私にはでもめっちゃなんかもう叫んでたけど、我に返ってみたら、なんであのちっちゃいのにね怯えてたんだろうって感じで、やっぱ虫嫌いな人います、いっぱいいると思いますけど、なんかちょっとあれですよね、なんで私はこんなちっちゃいのにためにこの体力を使ってすごく嫌な気持ちになって驚いてってさせられてるのか、すごい嫌です。それを考えると余計に疲れるっていうも悪循環なんですけど、でもなんかあれらしいですよね、ゴキブリがいなくなったら生態系が崩れて人間も絶滅するっていう、聞いたことがあります。やっぱ一種の生物がいなくなるっていうのは生態系にすごく影響を与えるのでっていう風に学校で習ったので。で、これだけ繁殖力の高くてどこにでもいるゴキブリっていうのが
いなくなったらやっぱりすごい人間に大きな影響を与えるんじゃないかなって思いますね。なんでこんな真面目なこと言ってんのか今思い出したんですけど、喋ってて、そういえば私何年前だろうな、3年前くらいに学校で虫の標本を作ってた1年間がありましてどんな学校に通ってるんだって話なんですけど、なんかバレそうだな、なんか内容で昆虫の標本を作ってました。で、名前が出てこない、まあいいや、なんかまあ昆虫は簡単なんですけど、割と硬くなければまあ簡単なんですけど、その一番蝶々が難しくて、蝶々の標本見たことありますかね、皆さん。ある方も多いんじゃないかな。すごく羽がピンってなってるじゃないですか、その全部羽が広がった状態なんですけど、あれにするのがすごくすごく難しくて、あれをするにはピンセットか爪楊枝か、まあ、どちらかで羽を広げた、その名前忘れちゃった、なんか蝶の骨格みたいなところに引っ掛けて上に上げるんですよ。で、上に上げたままその支えを作らないといけなくて、上に上げたら例えば蝶々の羽って4枚あるんですけど、右上の部分を上げるとするじゃないですか。そしたらちょっとその右側の羽の2枚の間に隙間ができるんです。そこに針を刺して落ちないように固定するんですね。そういう作業をしてて、すごい、でも楽しかったな。でもあれ何体かだったかなって言って、ちょっと標本をするために柔らかくするっていう作業があるんですけど、その作業に使う試薬が臭いのかな、私そこはやってなかったから先輩がやってたから分かんないんだけど、すっごくすっごく臭くて本当に臭くて、でも何の匂いか思い出せない、思い出せないっていうか思い出せるんだけど、なんて言えばいいか分かんない。生臭いでもないしな、何なんだろうっていう感じのなんか匂いで、それはまあ大変なんです、まあ、だから標本作るのにも大変なんですよっていう話でしたねまとまりがないなごめんなさいね、こんな虫の話ばっかりして、私が虫っていうなんかテーマにしたばっかりに、何でだったかな、確かそれ決めたのが、ももと話してる時に、ラジオ先週の収録してる時に花決めたんだけど、まあ虫が出たんだったかな、覚えてないな全然覚えてないけど、まあ夏だしいいかなと思ってね。じゃあメール読んでいきますか。はい、1つ目のメールをじゃあご紹介します。ラジオネーム高部さん、ありがとうございます。私が小学生だった頃、午後4時55分から約3分間ムシムシ大行進という虫を紹介する番組がありました。今でいうダーウィンが来たの3分もの、それでいろんな虫を知りましたね。今はもう忘れていますが、かっこわら、ダーウィンが来た懐かしいやっぱ昔にもそんなムシムシ大行進、かわいい、なんか虫を紹介する番組、なんか動物系の番組あったんですね。なんか人気ですよね、やっぱ小学生男子とか、大きいなんか犬とか
猫とか哺乳類系だとなんかまあ女子人気もあるけど、やっぱ虫だと多分男子がいっぱい見てるんじゃないかな、小学生の。私の弟も、まあ小学生ではないけどよく見てました。今も見てるのなんかお父さんと一緒にでもなんかテレビの大きい画面で見られるとやっぱ嫌ですよね。虫虫ってなっちゃうからじゃあ次いきますね。2つ目、のんちゃんこんばんにゃ、ヤンキチです。ありがとうございます。今夜のテーマ、虫、昆虫系の虫、みんなが嫌いな G、 昆虫系の虫、あ、目に2回読んじゃった、ごめんなさい。今ちょうどなんか虫が通った気がして一瞬動揺しちゃって2回読んじゃった、ごめんなさい。昆虫系の虫、みんなが嫌いな G、 大嫌いで部屋で見つけると摩擦するまで寝れない。おばあは平気で足や手で潰していたが、かっこ笑やっぱね、やっぱみんな嫌いですよね。おばあ強え、足、素足、なんかそんな勇気のいる方いますよね。中学生の時に友達に女の子でいて、そういう子が超助かった記憶があります。私寮に住んでたことがあるんですけど、その時にやっぱ寮はやっぱっていうかすごい虫が出て、で一番下の階が一番虫が出て不人気の階なんですけど、私が1回半年かな、そこの階に当たっちゃって、半年に1回部屋替えなんですけど、もうなんかその階は空き部屋が多くて、空き部屋はなんとドアが開きっぱなしなんですね。あ、塔みたいな感じ、アパートみたいな感じでつながった、なんか一個一個なんだろう、外にドアが面してるわけじゃなくて、一個の建物の中に、室内の中にまた小部屋がいっぱいあるって感じなんですけど、でそのドアが、まあ、病室みたいな感じなんですけど、個室のね、でドアが開きっぱなしなんですよ。でそこに誰も住んでない部屋は、そこに知事が入っていく日を行くのを見た夜にはもう怖くて眠れなくて、その日ちょうど雷がすごくて、みんなは雷で寝れなかったって言ってたんですけど、私だけ寝れない理由が違くて、 G が怖くて寝れなかったっていうそんな懐かしい、こんなことがありましたね。その日はゴキベリはハッカの匂いが嫌いだということを調べて、部屋にあった精油、本当は精油は持ってっちゃダメなのかな、わからないけど、やっぱり持って出た人いたかな。もう寮に住んでなかったしね。そうそう、を何だっけ、ティッシュに精油を何滴か垂らして、ドアのちょっと隙間があるんですよ、そのスライド式のドアなんですけど、そのドアの隙間にもティッシュ詰めて、私の部屋、ね、絶対意味ないけど鍵も閉めて私の部屋に入ってこないでねっていう、もう安心材料として置いといて、まあ、なんとか私が知る限りでは入ってきてはなかったと思うんですけど、まあどこに住んでるかわからないのでね、怖い怖い、本当にね怖いよやっぱみんな G 嫌いなんだね。でもなんかゴキブリ好きな先輩がいたな、そういえば。なんかゴキ
チブリをテーマに研究してた先輩がいて、研究内容はよくあんまり覚えてないんですけど、すごいなって思ってました、いつも。じゃあそんなところで前半は終わりますか。じゃあそれではコーナーの方に移ります。本日の店内 BGM、 このコーナーでは私の好きなアーティストや最近注目しているアーティストを紹介したり、私の最近の音楽活動のお話をするコーナーです。早速本日の店内 BGM を紹介します。チェルミコさんで Love is Over。オーバーお聞きになられているでしょうか。めちゃくちゃ私が好きな曲なんですけど、まずねちょっと時間もないのでチェルミコさんについて軽くご紹介していきます。チェルミコさんはレイチェルさんとマミコさんのラップユニットで、今は結構ラジオとかもやってますね。チェルミコのオールナイトニッポンポッドキャストっていうポッドキャストだったりも、私もそれに最近気づいてもう追っかけ再生してます。めっちゃ面白い。みんなも聞いてください。あとね、私 YouTube のそばとハンバーガーっていうなんか Vlog 的な YouTube も見てます。チェルミコさんのそれもね、なんかのんびりな感じでめっちゃいいんで。あとそうそうそう、チェルミコさんといえばこのシーバルシーブのオープニングイージーブリージーを歌ってらっしゃいます。皆さん聞き馴染みのある声なのかじゃないかなと思ってます。まずチェルミコさんの初めて聞いた曲はもう本当に覚えてるんですけど、 Love is Over って曲で、あの今流れてるかと思うんですけど、これはシャッフルで流れてきて、でチェルミコさんって言うんだってでちょっとハマって聞き始めてて、であイージーブリージーっていうめっちゃなんかオープニングに使えそうっていうか、オープニングっぽい曲始まりそうだな、なんかっていうのって思って、で私がラジオをしますってなった時に、絶対もうこれは絶対何が何でもイージーブイージーオープニングでしょうみたいな感じでオープニングにさせてもらってます。本当に大好きで、で実は私チェルミコさんを知る前にマミコさんのソロの方を知ってて、でヨナオさんっていうまた別のバンドがいて、その方とコラボっていうか一緒に歌ってる東京っていう曲があるんですけど、その時にマミコさんを初めて知って、でマミコさんのソロの曲をずっと聴いてて、でその時同時くらいにチェルミコさん出会って、でなんか聴きながらジャケット見てたら、あれマミコさんはソロは鈴木マミコっていう名前でやってるんですけど、え、めっちゃ似てないって思って、顔がめっちゃ似てるんだけどと思って見たら、なんと、え、同一人物みたいな驚きで、そんな出会いでしたね。じゃあこれからも使わせていただきます。エンディングですね。
ろそろシータルシークの閉店の時間が近づいてきました。皆さんも眠たくなってきましたか？本日ものんのおしゃべりに付き合っていただきありがとうございました。来週の本日ののんのおすすめは夏。メッセージはのんのん igq@gmail.com nonnig@gmail.com までお待ちしております。来週の火曜日の昼の12時までに送っていただけると嬉しいです。それではナイトキャメルとともに皆さんを夢の世界へお連れします。おやすみなさい。